五代目、坂東玉三郎は、日本の歌舞伎役者、映画監督、演出家。歌舞伎名跡、坂東玉三郎の東大。野号は山戸屋。縄文は花勝つみ。右門は野志美子。重要無形文化財保持者。日本芸術院会員。十四代目、森田寛也の養子であり、本名は森田新一。通名は森田近志氏。旧姓は二礼元。 中央が五代目、坂東玉三郎、歌舞伎界を背負って立つ竹尾山。評価の高い舞台での美しさと存在感に加え、昭和歌舞伎を代表する大役者、六代目、中村歌右衛門亡き後、かつて歌右衛門が務めた数々の大役を継承して、新しい境地を確立している。若くして、ニューヨークメトロポリタン歌劇場に招へされ、アンジェイワイダ、ダニエル・シュミット、 ヨーヨーマラ世界の超一流の芸術家たちと多彩なコラボレーションを展開するなど、その影響と称賛は世界的なものである。また、映画監督、演出家としても独自の映像美を創造した。その他にも演劇全般に関する私塾、東京コンセルバトリーの開口や熊本の八千代座保存への協力など、演劇以外にも活躍している。また歌舞伎だけでなく、 10代半ばよりレッスンを受けたバレエの実力もプロバレリーナと一緒に踊りをこなしても何の遜色もないどころか玉三郎自身が一バレエダンサーとしての評価に預かるほどのものがある近年は歌舞伎と縁の薄い方角の演出も手掛けている趣味はダイビング5代目玉三郎はリエンの入れないばかりか小児麻痺の後遺症をリハビリで克服したこと その影響で左利きとなったこと、お山としては長身であること、芸風や活動方針をめぐって六代目歌え門との間に永年の確執があったことなど、数々の苦難を克服しつつ、精進を続けて今日の地位を築き上げた現在の歌舞伎界におけるケウの存在である。年齢、体力的な理由から2019年を最後に地方での短期公演から引退しており、近年は、 自身の勤めてきた大役を若手に継承している。また役者デビュー以来、これまで一度もテレビドラマには出演したことがなかったが、2020年、NHK 大河ドラマ、キリンが来るに、大木町天皇役で出演することになった。この出演の理由について玉三郎は、長谷川博美くんの父と昔からの父で、博美くんから大河ドラマの主演を報告されたので、じゃ、 ワンシーンだけでも出た方がいいかもみたいな話をしたら、このような形になったと語っている。ありがとうございます。